はい、どうも、AB 店長です。ですね、この前のモコ、ちょっと板金終わりましたんで、とりあえずこの板金さっと終わりました。で、後ろだっちの、これさっき塗ってんやんか。この、リアゲートと、バックパネルと、このリアフェンダーも塗ったし、これも塗ったんやけど、ほんでから、この右側面はちょっと後で塗って、さっきこっちだけ、サフ塗って、この3枚だけ先に塗ろうもんやんか。この3枚だけ。リアフェンダーほっといて。なんでか言ったら、天気うちに、さっきこの3枚塗ってしまうんやんか。でから、この3枚塗った後に、次、この反対側塗んねんけど、反対側の3枚塗んねんやんか。でから、もうその子はだいたいもう火、その子らはだいたい火沈んでるから、火沈んだ後に、ここを塗んねん。リアフェンダーを。でから、ジェットヒーターで炙りながら。ほんだら、納車が早いと。なんでか言ったら、こっち塗り終わった後、こっち塗り終わるやんか。ペイント終わった後に、さっき全部バー塗るんじゃ、いっぺんにやるんじゃなしに、これさっき塗ってしもたら、その反対側塗ってる間にこっち乾くから色。結果的にショート早いやんか。ほんでから、次今度、あっち塗って、あっち塗った子にはもうちょうど火進んでる思うから、太陽進んでる思うから、その火進んだ後に、このリアフェンダーぐらいやったら別に何ちゅうかな、別にそんな、天気とか関係なしに、ヒーターで炙ったらええから。で、そういう、それはもう、別に基本的に僕のやり方です。こっちなんでショート早いからな。なんでこういうやり方するか言ったら、やっぱし結局、何ちゅうの、要は部品代を中古使ったりとか、これ、このお客さんって最初はなんかこのドア、うちのドアと変えてほしい言っとったんやけど、その、まあドア変えたとしても、まあこの日前変えたとしても、他のとこは切れくならへんから、そうやったらもう、ドア変えんと修理して塗ってくれ言われてんやんか、うちで。うん、だから結局、ほんまドア変えるってやってんけど、またドア変えるにしても、また脱着せなあかんから、まあ脱着のこっちももらわな、その部品代プラス脱着代やんか。で、結局値段どんどん上がっていきよるから、そういう話にこの板金でパッと、ダム節約して交換するやつを、だからまあリアフェンダーもペロッとへこんどったからリアフェンダーも直して、ほんな結局まあ言うてみたら部品代節約したし、次 あとも時間やわな。だからこういう縫い方したら、ほんな2日かかる仕事が1日で済んだりとかするからっていうことです。まあとりあえずまた後でまた詳しくまた説明しますんで、とりあえず一旦切ります。進んでる思うから、太陽進んでる思うから、その火進んだ後にこのリアフェンダーぐらいやったら別に何ちゅうかな、別にそんな天気とか関係なしにヒーターで炙ったらええから。で、そういうそれはもう無事基本的に僕のやり方です。こっちなんでショート早いからな。なんでこういうやり方するか言ったら、やっぱし結局何ちゅうの、要は部品代を中古使ったりとか、これこのお客さんって最初はなんかこのどう気に塗ろうもんやんか。この3枚だけ。リアフェンダーほっといて。なんでか言ったら、天気うちに、さっきこの3枚塗ってしまうんやんか。でから、この3枚塗った後に、次、この反対側塗んねんけど、反対側の3枚塗んねんやんか。でから、もうその子はだいたいもう火、その子らはだいたい火沈んでるから、火沈んだ後に、ここを塗んねん。俺のドア、うちのドアと変えてほしい言っとったんやけど、その、まあ、ドア変えたとしても、まあ、この日前変えたとしても、他のとこは切れくならへんから、そうやったらもう、ドア変えんと修理して塗ってくれ言われてんやんか、うちで。うん、だから結局、ほんまドア変えるってやってんけど、またドア変えるにしても、また脱着せなあかんから、脱着のこっちももらわな、その部品代プラス脱着代やんか。で、結局値段どんどん上がっていきよるから、そういう話にこの板金でパッと、ダム節約して、リアフェンダーを。だから、ジェットヒーターで炙りながら。ほんだら、納車が早いと。なんでか言ったら、こっち塗り終わった後、こっち塗り終わるやんか。ペイント終わった後に、さっき全部バー塗るんじゃ、いっぺんにやるんじゃなしに、これさっき塗ってしもたら、その反対側塗ってる間にこっち乾くから色。結果的にショート早いやんか。ほんでから、次今度、あっち塗って、あっち塗った子にはもうちょうど必須、多分必須。はい、どうも、AB 店長です。ですね、この前のモコ、ちょっと板金終わりましたんで、とりあえずこの板金さっと終わりました。で、後ろだっちの、これさっき塗ってんやんか。この、リアゲートと、バックパネルと、このリアフェンダーも塗ったし、これも塗ったんやけど、ほんでから、この右側面はちょっと後で塗って、さっきこっちだけ、
あのサフ塗って、この3枚だけ。